はい、えー、堀江さん土井さん今週もよろしくお願いしますしお願いします早速今回のゲストをご紹介します株式会社スペースデータ代表の佐藤克明さんにお越しいただきました本日よろしくお願いしますよろしくお願いします堀江さんと佐藤さんはまあお二人の交流は普段どんな 感じなんですか。ちょい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  <laughs> って感じです。<laughs> まあおいおいそういったお話も聞いていきたいと思うんですけれども、まずは佐藤さんのプロフィールをご紹介いたします。えー、佐藤さんは2017年、えー、スペースデータを創業して衛星データと、えー、3DC 技術を使って仮想空間に地球を自動生成する AI を開発していると。で、えー、近所ですね。 えー、世界2.0メタバースの歩き方と作り方を、えー、上司されております、えー、まあ今回佐藤さんがですね、えー、出演をするということをですね担当編集者がですね知りましてですね突然こんなメッセージを送ってきてくれました美輪さんからです今更メタバース通って言っている堀江さんですが佐藤さんの話を聞いてメタバースに興味を持ってください実は今だからメタバースなんです 川上信夫さん会のような空中戦を期待していますというふうに <laughs> な空中戦って。<laughs> まあミノワミノ文学ですね。あのミノワさんはこういうふうに捉えていたということなんですが、今回は佐藤克明さん書けるホリエモンが考える世界2.0と題しまして、これからの世界の歩き方や作り方を考えてまいります。 そうですね早速堀江さんこの,あのメタバースに対して今現状どのようなお考えなのかとまず堀江さんからちょっとお話を伺ってもよろしいですかいやいや別に特に何,何があるわけでもなく <laughs> あの、まあ、何もあるわけでもなくっていうか定義にもよるんだけど、はい、そのメタバースって結構広い概念なんでどこがどのようになって、はい、どういうふうに っていうところで言うと、俺あんまり最近絡むとこねえなって思ってるっていうだけの話なんですけどね。さあ <laughs>、はい、そうそういかがですかね。あ、いや、もうおっしゃる通りで、このバズワードなんで、まず定義がこう <laughs> しっかりしないうちに議論してるんで。<laughs> ほとんどのメディアの話っていうのは、ほぼ空気の話なんですよね。<laughs> はい、だ、今回私ちょっと話そうと思ったのが。 3解釈一応あるんですよ、ね、なんで3つの解釈で全然違う技術を土台にとしてるので一旦それ分解した上で個々の技術に対して話をした方がいいんじゃないかなという今グループとして3つの解釈が存在していて、はい、結構みんな仲悪いんですけども、はい、1>, 1つ目が。<laughs> VRSNS って言われる、まあ、VR チャットあと Facebook のメタですよねああいうその VR デバイスの普及っていうのがメタバースには必須であってあのかぶっていく空間っていうのがメタバースだよねっていう人たちで2つ目がこれ NFT 派でして、まあ、ブロックチェーン暗号資産から NFT って技術があるからそれの使い道としての 三次元仮想空間、もしくは二次元の仮想空間と。いうことがあると、これをメタバースっ呼ぶんだよね、っていうのがあってですね。サンドボックスとか、ディセントラランドみたいな、ああいうサービスで、実はその V. R. S. N. S. あっていう人たちと。N. F. T. あっていうのは、すごい仲が悪いんですよね。なぜかというと、V. R. S. N. S. あって、昔のインターネットの初期の。ちょっとギークなカルチャーでして。やっぱ、まあ、技術とか、サブカルチャーを愛してる人たちっていうのがメインなんですね。で、N. F. T. はっていうのは、やっぱブロックチェーン、まあ、結構お金の儲け方が好きな人たちなので。 いやまあお互いあんまり仲良くなくてですねでまあ結構バチバチチしたりすするんですよね3つ目のスタンスとしてこれ私のスタンスなんですけども 3DCG 技術っていうのがメインって考えていてですねスマホ PC あとプレイステーション VR ゴーグルも含めてマルチデバイスでアクセスできる3次元加速空間っていうのをメタバースっていうんじゃないのとで今一応映像を流していただいてで,で 3DCG のクリエイターがまあメインで考えていてですねここの技術がめちゃくちゃ面白いんで私結構興奮して,てですね 逆に言うとあの VR デバイスが本当に低いするのとか NFT って本当に詐欺じゃないのみたいな話っていうのは正直ちょっと私は置いいいておきたいなと思ってはいるんですよねで。今回の書籍に関しても一応 Web3 とか NFT っていう技術と今回のメタバース 3DCG とかあの VR っていうのは全く別物だよねって話をしてですね解釈してちゃんとこう整理していこうっていうことを言ってますね。 ほぼもうリアルに見えますもんんねそうなんで,す、ね、でまあ今回私も興奮したのがやっぱその 3DC 技術っていうのがもうめちゃくちゃ発達しててですねあのエピックゲームスっていう会社があのフォートナイトの運営元なんですけどもここがまあすごい次のアップルになるんじゃないかなと私は考えているのでちょっとこの革命に一緒に乗りたいなとは思っててですねでまあ本当にあの足元でいうと数か月内で新しい技術が出ていってですね昔の,あのインターネットの初期みたいなそんなあの空気感を感じさせるんですよね。 結構あの世界中ソニーあとまあマイクロソフトですからねいろんな会社が巻き込まれているのであのさっきの三分野いろいろこうテーマが違っていて実はここ全員混じり合ってないのでお互いの違う話を空中戦しているので皆さんメタバース言いながらそれぞれそうそう,そう全然違う技術の話をみんなするので、はい、これがあの非常にわかりづらくてバズワードってされる原因ですねめちゃめちゃわかりやすいですね私の結構周り今とやっぱ開発系やってる人って機械学習とかそれこそ一番最高のところにやっている AI エンジニアの人が多くてけどその人たちがやっぱり上下二 に関してててては全くく意見よく分かんないって言っ言ててそうすると私はメタバースって結局みんな分かってないんじゃないかって思ってたんですすごいいなあなるほどなって今すぐ思いましただってメタバース一言言言うともう誰も分からない話を永遠に空中戦してるみたいなよく分かんない議論になるので今回はまあこの3つに分けた上で3番目の,の 3DC 技術っていうのがどんだけ普及してきていて今何が変わってきてるのかっていう話を中心にできればなと思ってます。 で逆にその VR デバイスとか NFT っていうのも触れながら、まあ、私もそのえこれが本当に低するかどうかっていうのはまだ私も半信半疑ではあるんですけどもまあまあ,あのどういうふうな使い方をしてるかっていう話もあのちょいちょいできればなと思ってます。箕輪君とかが、はい、僕はなんかすごい全然熱狂してないように見えるし、まあ、実際そうなんだけど <laughs> なんかそういうふうに見えてるのはなぜかっていうと、はい、これ全ての技術を僕は追ってきてるんで、はい、継続的に。はい 何年も前からもっともっと前から、うん、ずっと追ってきてるですよ、うん、ですわ <laughs> <laughs> だかそれこそ 3DCG なんてねシリコングラフィックスとかねシリコングラフィックスみたいな世界からずっと見てるからそのレイトレーシングとかそのポリゴンとか <laughs> それがどういうふうにしてどういう技術であって あのどういう風に進化していってるのかとか昔は GPU なんかもなくて、はい、まあそれこそだからシリコングラフィックスの頃っっってってて GPU とかかませんでしたらだから専用のチップとかなくてそれで GPU みたいなもの作った方がいいんじゃねえかみたいな話が出てきたりとか。はい ね、でエヌビディアみたいな会社が出てきたりとかみたいなところずっと連続的に見ていってるからおおいおいおい今更何言ってんだよみたいな <laughs> <laughs> 多分詳しすぎるがよいに熱狂しないっていうそう,そうそうそう当たり前でしょうね,ねって思ってるってう,、うん、そうなんで今頃になってメタバースとかいうバズワードが出てくるんだろうとうん、うん、同じようにだから、まあ、メタバース Web3 もそうだし s a ズ s とか <S、はい、<S なんかそういうのずっと見てきてるからこそああそうなんだ今。 そういうバズワードが出てきたんですね <laughs> みたいな感じで見てるっていう感じなんですよだから中の動きで言うとまあ、メタとかはちょっと 微妙だよねとかっていうぐらいは言えるかなそうですすねね苦戦してます、ね、すちょっと変なベッティングをしてるなっていう感じはすごいするかなっていうあまりにもちょっと強引な買収やりすぎて評判が悪くなっちゃって買えなくなっちゃったんですよね。そうですね ッ、うん、クールじゃないよねとクールじゃないよねクールな会社はフェイスブックなんかに売っちゃダメだよねっていう風な雰囲気が出てきちゃったっていうのはもう最後のだから最後の大買収がある意味そのメタの元になったオキラスっていう会社を2,000億ぐらいで買収したんですけど何年か前にそれ以降あんまりいいい会社変えてないですよね、はい、そうですね、うん、で TikTok も買収できなかったですしそうでスナップも買収できなかったし、はい、もうスナップ買収できないぐらい頃から、うん もうスナップの創業者に「フェイスブックなんかに売却するかよクソが」ぐらいに言われて「お前ら潰す!」って言われて全力で潰しにかかったんだけど潰せなかった今ザッカーバーグっていうのはかつてのビル・ゲイツになってるんですよねマイクロソフトの。でめちゃくちゃ嫌われててですねビル・ゲイツも。うん でまあ、結局あの司法省とかに目をつけられれててビルゲイツは追われていくんです、はい、結構近いようなターゲットに今なっていてですね、うん、でやっぱクリエーターとか若手のエンジニアからもいやちょっとダサいとは言わないんですけども、まあ、金儲け主義者だよねという価値観があるので、うん、CG クリエーターの中でも、うん、やっぱサッカーバーグとかフェイスブックとかグーグルっていうのはちょっといけてないんじゃないかって雰囲気は出てますね逆にエピックとかやっぱ輝いてるのでんかちょっとアップル似てるなと思いました。なるほどね なんか先日もこのメタの手数料が高いという、ね、そう,いうあのニュースピックでも非常に話題になってたんですけれども、まあ、こういったところとかもあるわけでですすよねね <laughs> そうですね、まあ、彼らはちょっとダウが落ちてきてるんですよこれ初めてのことでフェイスブックの,の SNS 自体のユーザーがこういなくなってきてると。うんうんうん で TikTok、とか取られちゃっはいえ株式市場を早くマネタイズしろと、うん、で株価がもう何十兆円って下がっちゃっててですねで早めにこのマネタイズをしてちゃんとメタバースが儲かるっていうことを市場に証明する必要があるのでやっぱ結構焦ってこういう手数料をしてるんじゃないかなと、うん、逆に言うとエピックにとってはまだまだから非常企業なんで、うんはい、全然10年であれば潜ろうよというスタイルなんで。フォートトナイトとか スマホでやるとおっさんには字が小さすぎて分かんないよっていうぐらいなんかもうよくお前らやってんねいやなんか何もやん,やんないとまずいなと思ってフォトトナイトぐらいを入れててやったりとかしてるわけです、はい、そうするとなんかたまたま友達の家に行ったら小学校の子供がいて「うんうん、えっ、ー、堀もフォートナイトやってんのやろうよやろうよ一緒に」とか「<laughs> おじさんはそんなに詳しくねえんだよ」とか「お前と一緒にやるぐらいそんな腕ねえよ」みたいな。 そんな感じになってるんですがまあ要はゲームなんで,なんで、ね、もともと要はゲームが 3DCG 空間がすげえことになってるってだけで、うん、あれだから MMO で 3DCG 空間に何千万人って同設できるんで、はい、そこはポイントでじゃあポイントなんですよ公約行動もそうなんですけどもう同設何千万人をクラウドでできてますっていうところが僕最大のポイントだと思って、はい、っるんですよね、だから何でもできるんですよ だからそのジャスティン・ビーバーがライブもできるわけですそうですねヨネスもやってましたしねヨネスさんもやってたし日本でだ要は何十万人何百万人とかが同時にそのライブを見れるそれがよりそのコロナでステイホームとかやってた時期があってそれでバズったんですよ、うん、っていうところの方がまあ一番入りやすいというかう、ね、まず誰でもフォートナイトだったら 普通にに自然に入ってていけ、ね、行った時にそこに誰がいるっていう状態、うんまあ、そうじゃなくてそこに入れるってことなんですよ。ってスこれはできるんですよらボタン一発じゃないですかでパッて見れてスマホでできるじゃないですかオキュラスって面倒くさいんですよ、ね、オキュラスってこ,こ,の,こ,の,このヘッドマウントディスプレイは無理そこにものすごい阻むものがあるうん、うん、テーマパークだったら OK なんですよ テーマパークでリアルな場所に行くと VR ゾーンとかあったじゃないですか VR ゾーンとかに行くといいんですよ結構楽しめるんですよ。マリオカートとか楽しいんですよ結構 ななんんだけどあれ家でやんねえかなみたいな,なんで今回もその VR ゴーグル VRSNS をメタバスって言っちゃうと結局 VR ゴーグルっってて本当ににるるのって議論になるんですよねはい、はい、で私もそれはちょっと懐疑的ではい、はい、まだメガネみたいな軽量にならない限りはそもそもゴーグルかぶる習慣って人類ではないので、うん、そのコストを業界が払わなきゃいけないってなると結構だなとは思ってますね。うん、だからあれは僕はもう明らかにですけど PDA って言ってた時代のスマートデバイスっていうか。パーム iPhone が出るまであの市場ってまさに VR ゴーグルの市場だったんですよで国内あれは実は連続してるんですよ技術としてはクリエもニュートンももう全部僕は触ってるん全部触ってるんで言わせていただくと iPhone は来たと思いましたもうこれだと思いました一番最初の iPhone を使いました日本にまだ入ってきてないやつを使っててかもうもう スティーブジョブズのプレゼンを見た瞬間に、これだと思いました。来た、やっと来たとで。触ってみて、さらにその思いを新たにしたんだけど。だから、僕はその V. R. ゴーグルに変わるというか、V. R. ゴーグルはダサいんだけど。なんか違う、すごい革新的なデバイスが出てこない。とは言えない。と思っている。で、今アップルが三人をすごい準備しているので。